トビアです。フミです。若手 TV です。はい、というわけで今回なんですけども、はい、オンラインアホマチック天国第2弾、ビーヤマのツイッターのフォロワーの偏差値を測ろう。俺のフォロワーがやっと学歴を披露できる場所が来た。いや、もうビーヤマのフォロワーみんな素晴らしい人多いですから。あ、そうなの。自信はあるということで。いや、もうこんな滑ってるやつをフォローしてくれてみんないいやつにしかもうちげえねえ。それは間違いないわ。はい、皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄から SNS のフォローもお願いします。というわけで早速オンラインアホマチック天国ビーヤマ編。わかって TV。 お、わかって TV です。あ、どうも。今アホマチク天国偏差値測ってます。お兄さんの大学学部教えてください。京都大学法学部です。出たー。高っ。今何年生？1回生です。これから。はい。じゃあもう京大の先輩が何も全部教えたるわ。そしたら京大のイロハを。学生証受け取りだけ行って、はい、もうそこからキャンパス封鎖で全然行ってないんですよ。はい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 。だからサークル全然決めれなくて、選び方みたいなのあるんですかね。あ、あるよ。京大はね、もうサークル選びめちゃめちゃ大事ですから。はいですね。例えば どんなことしたいの、サークルは。まず確定しとるのが、その法学部サークル連合っていうのがあって、はいはいはい、法サ連ですね。そこで1個入るんですよ。はい。で、多学部の友達が欲しいんで、はいはい、もう1個何かサークル探そうと思っとって。なるほど。運動系で探してるんですけど、はいはいはい、やばいサークルの見分け方を教えてほしいです。なるほど。じゃあまず、君の顔から判断するに、ちょっとインカレ向きの顔ではないわな、君はな。インカレとか下手に行くよりも、ちゃんと可愛い兄弟女子と恋愛した方がいいと思ってて、インカレ女子ってやばいで、マジで頭悪すぎやから、マジで。京都にある女子大全部言ったるわ。京都女子、同志社女子、ノートルダム、京都工科女子、もう頭悪い大学ばっか。会話成り立たんで。女子大生って可愛いってイメージあるでしょ。女子大って意外と可愛くないぞってこと言っときたい。まず京都女子大学、京都女子大学の皆さんごめんなさい、あの僕が会ってきた京都女子大学の10人とも可愛くなかったです。ふうみと会った京都女子大学同じこと思ってるから、ね、おい。京都大学の女の子の方が会話のレベルも高いし、意外とその真面目やったりもするから、いい子もいたりするわけよ。京大女子とかの方がいいんじゃない。俺もう一個ね、京大のいいサークル知ってるよ。お、どんなサークル？うん、民族美容研究会。俺のサークル。最近京都大学民族美容研究会新刊用 アカウントツイッターで見つけたら、高田風美さんっているんですかとか、なんかそういうツイートばっかしてた。今一切関わりありません、民族美容研究会。僕もサークル行ってません。でも高田風美みたいな、あの無才ピンキャでも活躍できるっていうサークル。活躍できてないから嫌われとんねん。京都大学民族美容研究会からこの高田風美は。ちょっとそんな感じで気をつけてサークル選びをしていってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。いや、ちょっと何この後ろ、これ何、海の中っすか。そうっすね、沖縄の水族館。あちら海。はい。お兄さんの、通ってる大学部教えてください。大阪大学外国語学部です。おお。あの大阪大学外国語学部ちゃんと説明しておきます。はい。阪大の穴場学部です。はい。旧制大阪外国語大学ですね。阪大ですらなかったです、そもそもは。で、編入されて阪大になりました。阪大に昇格しました。じゃあちなみに、あと言語聞きましょう。言語でランク分かれるので。あ、なるほどね。何語ですか。トルコ語です。低そう。多分低い。意外とそんなことないんですよ。そんなことないですか。合格最低点とかドイツ語とかより高い点もあるんですけど。なんか外国語学部に入ってなんかしたいとかあるんですか。外交官になりたいですね。ああ、立派。はいはい。じゃあ僕センター地理100点やったんで、はい、トルコ問題で出したいと思うんですけど、はい、トルコの宗教何教でしょう。イスラム教。イスラム教正解です。じゃあ普通イスラム教の国ではアラビア語が公用語になっていることが多いです。トルコの言語は何語でしょう。トルコ語。正解です。え、終わり。
もう一回、もう一問お願いします。あ、もう一問、あ、来てよかった。トルコの首都、どこでしょう。はい、アンカラ。正解、アンカラです。ビーヤマさん、なんて言おうとしました。いや、プルシャプラそこやで、ごめん、そこで知らんわいや、トルコは、気球に乗りたいよね。なんだっけ、あそこ。カッパドキア。あ、そう、カッパドキアね。気球がすごい良さそうです。あ、はいはいはい。まあ、6年付き合って、振られた僕なんですけど、はい、まあ、やっぱりカッパドキアにもう一度彼女と行きたいなと思います。やっぱこんだけコロナで自粛してると、やっぱ一人に寂しいなと思いますね。なるほど。いやいや、お前もだ。いや、寂しいよ。コロナなる前から一人や。コロナなる前から孤独やね、こっちは。オンライン飲み会とかもやりたいわ。オンライン飲み会する相手すら、俺は余計孤独感じるわ。なんかないっすか、面白い話とか。面白い話。センター試験の時、2日目数 2B の前の昼休みに AV 見てたら、うん、2B でめちゃくちゃこけました。なめるな数学を。友達と、うん、緊張をほぐそうって思って、うん、イヤホンなしで友達と周り集まって見てたんですけど、うん、ちょっとやりすぎました。余計緊張するわ。ドキドキしてくるわ AV 見て。あれ、フーミーもなんか見てたって噂だけど、トイレで。何の話、何の話、ちょっと見るか、見るか。そんなんでもし落ちたとしても、松台までの恥やわ、そんな。墓場まで持っていくわ、そんな。ね、皆さんはセンター試験の会場で、受験試験で AV 見ないようにしてください。お、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは、リリー先生。リリー先生、おい。リリー先生、何でどうやって見つけたんですか。え、ビーヤマさんのツイッターから。いや、大物くれた。はい、リリー先生、お前のところをもう何回も復習して僕聞いてたんで。え、何ですか。やめろお前。あ、出た。ちょっと今回リリー先生ね、ちょっと偏差値知ってる人が来ちゃいましたけども。本当よ、そうだよ、まあ、一応聞いときましょうか。はい、今通ってる大学学部教えてください。東京医科歯科大学の医学部医科科です。うわははははは。 YouTube もリリー先生やってて。そうです、そうです。ちょっとぜひ皆さん YouTube の方も登録してもらえたら。あ、ね、ありがとうございます。まあ、今までは普通の日常とかを配信してたんですけど、日常医学的なコンテンツもっと増やしていきたいなと思って。あら、医学教えてくれる。見てくれますか。見ますよ。この可愛い女の子と、うん、このズームした時あるあるなんですけど、はいはい、背景見せてほしいって言われるあるあるっすよね。ちょっと背景どうなってるんですか。背景は、え、真っ白、真っ白です。あ、ほんと真っ白や。いや、お前何期待してたんだお前。ほんとある女子の部屋見たがってんじゃねえよ。ちょっとリリー先生にこう言いたいのは、やっぱり今コロナでこう受験生の子が全然勉強してへんかったりするわけですよ。それはダメだ、ダメです。ちょっとそれを罵ってほしいなと。おい、ちょっとこうカメラに向かってこう勉強してない受験生に勉強しなきゃダメだぞみたいなのをちょっといただいてもいいですか。勉強しろお前、勉強しろお前、俺も伝えます。ちょっとちょっと視聴者の方になり変わってリリー先生に聞きたいこと聞いてもいいですか。せっかくなんで。おー、ぜひ。人気代表としてお願いします。はい、どんな男性が好きなのかとか聞きたいですね。恋バナしたいよ、恋バナ。誠実な人、やっぱ基本にあるのは誠実な人。お、誠実。なんだろう、その勉強的な賢いもそうだけど、なんか頭が切れる人、なんか勉強じゃなくて普通に頭賢そうな人いるじゃないですか。ああ、はい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 。こういうタイプの人が好きです。あ、頭の切れ味。なるほどなるほど。ビヤマさん、早稲田の教育じゃ無理です。頭の切れ味ないので有名じゃないですか、ビヤマさん。あ、取ってないわ、お前。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。はい、頑張ってください。ありがとうございました。はい、というわけで、ビーヤマの、ツイッターのフォロワーですね。はい、で、アホマチック天国やってまいりました。
いやちょっと賢い人多くない？偏差値71点じゃん。やばい。偏差値バグってます。ね。65ぐらいはあるから。65は絶対ある。67.5 上げてもいいんじゃん。だね。67.5 です。はい。はい。はい。やばい。はい、この動画面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価、概要欄から SNS フォローもお願いします。じゃあ今日はこの辺でバイ。わかっTVでお悩み相談を募集します。わかっTV見てるみんなの大学生活の悩みや恋愛の悩み、アルバイトの悩み、サークルの悩み、そんな俺らに教えてくれたら代わりに俺らが解決したるわ。詳細は概要欄を見てや。